皆さんこんにちは、 VTuber のキマイラです。今日もデュオリンゴ、今日はイリッシュ語をやっていきたいと思います。今日からユニット7に入ります。ちょっと、資料とか作らなかったんですけど、ちらっと、ガイドブックはこのように目を通しました。大体どんなことをやろうとしているのかは分かってたんですけれども、問題解きながら言っていこうと思います。それでは、which one of these is five ということで、絵を見ればどれかすぐわかるんですが、ドイツ語のヒュンフォンに近い音だと思います。で、ドス、ゲルト。ドイツ語の、お金、ゲルトに近いもので、リ、フォトグラフ、フォトグラフ、写真ですよね。音出るかな？ステナフ。ヒナフ。Das Geld. Die Fotografie. Die Fotografie. ということで、間違いないように。Finaf. Finaf. と、ここに、N のとこに、母音があると思わなかったんで、文字だけ見ると、フィンフかなんかに見えたんですが、Finaf。これ、そうか、Google 翻訳とかでも音はこれ出ないので、音のこう、ローマ字みたいなのは出るので、それがどのぐらい違うのかなって。はい。The photograph. Die Fotografie. Die Fotografie. When I who rushed?ということで、これが、さっきの、ガイドブックに、ウェンが、これは違いますね。Then. あ、そうか。which に当たる文が進出単語なので、これは違いますね。Then.ロスランこれ合ってると思うんですが、ロスランはい、ヘルフ、health。これ新しいやつですね。health。もう本当に私が自身が今 health みたいな感じなんですが。これか。Excel の方を出して。この綴りで合ってたと思いますか。どうしよう。ちょっと加工して。health。一人なので、愛がいるはずなんですが、これ助けを求める文で、助けって何ですか、文法的な命令形ですね。はい。The money, the skirt. The skirt. Guilt.
Gelt. なんだろう。Dry. Dry. Delphin. Delphin. Gelt. The bank. まあ、そのまんまこれ。The bank. The bank. はいはい。Wer darf helf? Wer darf helf? Dolphin. ドイツ語のドルフィンに音が似てるんですけど、ちょっと意味が、違ったんじゃないかなという、こう、ガイドブックの時には、ニーズの意味だったのを見たんですけど。Darf. はい。Darf. Darf. と三人称単数の形でいいのかな、ちょっと。Darf。まあまあ。Wer darf helf? Helf? 誰が助けを必要なのですかという。Wer? Wer? Darf? Darf? Helf? Helf? Helf?これもだから、ちょっと今まで見てた、文字の感覚で、ヒロフかなと思っちゃうような綴りなんですが、ヘルフですね。うん。needs help であってますね。まあ、do とか、does とかいらない感じで。はい。V is the bank. B is the bank. The bank. The bank. これか。なんか、本当にね、これか。ですね。なんか、ドイツ語もなんか女性名詞だったんじゃないかなという記憶なんですが、後で確かに噛みます。V. Where でした。Where is? なんか、ねえ、ちょっと文章にしてみて意味が英語でおかしいなと思ったんで。V is the bank. はい。Bank. ベンチの意味もありそう。Ich zieh a bank. Ich zieh a.バンク。私はバンクに、銀行にいます。なんだけど、こう、ジール。ジーク。あ、ジーク。あ、ジーク。はい。ジークで。ジーク。ジーク。はい、ちょっと、喉にかかって、KH みたいな音なんで。ジークですね。なんか次元探すあったような気がします。I am looking for a bank. Ich zieh a zieh. Ich zieh. はい、これか。ね。
多分英語で言えばハイレンドシークとかいう探すのシークに近い、ものなんでしょうね。で、私今こう、エクセル入力続き入れてました。I'm looking for a bank. はい。Man, man, darf Geld. Man, man, darf Geld. My husband needs money. 露骨な話ですね。Man, man, darf Geld.なんかすごいシビアな物語を想像しそうで。はい。Sicht Sprenze am Mann? Sicht. Sicht. Sicht Sprenze am Mann? ですね。Is Sprenze looking for a?Sicht Sprenze A Mann Mama, you are that too. 明らかにここ意味が違うから、もしプリンツの旦那さんだったらこういうのかなっていう気はするんですが、誰って感じなん、なんかねえ、このプリンツァの旦那さんのようにはこのまあ歯になるんで普通ないんで、どこの旦どこのど何の旦那さんなんですかっていう合ってるのかな。はい。Die darfst du fotografieren. Die darfst.Ah. はい。Die darfst finne fotografies. Die darfst finne fotografies. こう複数形になったのかな。まず finne。Finnaf. もうこの形でこう、ここが何になるってちょっと、ちょっと、ここちょっと、ドイツ語にしとく。忘れる。ヒュンフのフォーカチ。V かちょっと F か忘れる。ヒュンフなんですけど。一応忘れた後確かめます。Fotografies.疑問文じゃないですね。You need five photos. まあまあ、
結構、まあ、持ち物とかで、写真5枚持ってきてくださいねっていう時に、こんな形で言うこと多いですね。You need five. Siehst du dein Telefon? Siehst du dein Telefon? Das ist nicht. Siehst du? Are you looking for your phone? でいいですね。Telephone. はい。Ja, ich darf fünf Eier. Ja, ich darf fünf Eier. ということで、Yes, I need five eggs. ということで、Darf, ja. Ja. Ich darf. Darf. Fünf. Fünf. Eier. Eier. ということで、はい。Who needs help? Bell? There. Bell? Darf? Darf. Hero? Health. Health. Hey. This name. You need five photos. D? D. Darf. Enough? Enough. 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 Photographs. Photographias. Photographias. はい。はい。形間違えてる。Darf.まあ、ちょっと、動詞の活用形をちゃんと覚えてなかったんで、これだ。ドイツ語でずっと。エクセルのためにちょっとドイツ語のキーボードに行ったんで、ダルフツ。で、これを、じゃあ、これをコピーして、はい。で、こっち側に、これさっき、はい。はいはい。これ先につけてたから。また Z を間違えた。ギダルフ、フィネフ、フォトグラフト。ギ、はい、ディ。ダルフト。違う。マクスト。ダルフト。ダルフト。フィネフ、フィネフ、フォトグラフト。フはい。まあちょっとや
1問間違えちゃいましたが、なんとかしていきたいと思います。ちょっと遅いですね。ネットつながってますね、でもね。はい、ということで、はい、よいしょ。今日、3レッスンとかじゃなくて。はい。というわけで続きをやっていきたいと思います。イリッシュ語の、教材、単語集とかもちょっと、図書館で借りてきたのかな。もうちょっといろんな外国語やりすぎてて、ちょっと2つとか3つどころじゃなくなってるんですが、これについてはね、本当にドイツ語の復習みたいなんで、そんな負担はないんですが、ラストはということで、ホテルですね。There. Be. Red. なんだろう。Dos. Geschicht. これでしょうけど、まずこれ音。音じゃないですね。わかるんじゃない。どうす。ゲシヒト。もうこれが明らかなホテルの、文字なので、で、こう、小切手みたいな、ビレート。みたいに見えるんですけど。で、ゲシヒト。ちゃんとしたお店そうだったかな、イメージ会社じゃなかったかなとか、ちょっと不安なんですけど。はい。ホテルコーディーですよね。はい。Ich mach es。Ich mach es。It ですね、これね。Mach es. No, どういうことこれも一緒です。Es mach. あ、メイクですね。間違えてる。よし、メイク、イッツですね。
An apple is nicht bitter, es ist süß. Ah. Eat, eh? An apple is nicht bitter, es ist süß. ということで、そうかな。An apple is nicht bitter, es ist süß. Es ist süß. ということで、An apple is not bitter, it is sweet ですね。はい。あ、チケットなんか。こんな感じの綴りだったかもしれない。Ich kim sofort. Ich kim sofort. Sofort, すぐにですね。Sofort. Sofort. 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 ドイツ語そのものっぽいんですかも。なんか本当なのっていうぐらいそっくりなんですけど、最初こう、YouTube で、イリッシュが話してますと言われたときに、もうちょっとからかわれてるんじゃないかなと思う。3分くらいかな。ちょっと。Sofort. Right away, か。Ich kim sofort. Ich kim sofort. 今行きますよですね。I am coming. この語順でいいのかな。I'm coming immediately.不自然さないんですけど、なんか間違ってるって言われそうな不安もあります。はい。Ich darf sofort Wasser. Ich darf sofort Wasser. ちょっと見ないでこうかなっていうのをまず作ってますね。I need water at once ですね。Ich darf. Darf. Water at once.Wasser. Ich darf sofort a Bank. Ich darf sofort a Bank. Ich darf sofort a Bank. Kein Kuhn.Ich darf sofort a Bank. なんか本当にね、なんかユダヤのなんかロスチャイルドのなんか大金庫みたいな、なんか銀行すぐ入りますみたいなに聞こえました。なんかね、日本語だとすぐ銀行行かなきゃとかだったらわかるんだけど、いりますって言われたら、なんかみずほ買うんですかぐらいの。I need a bank immediately. Ich darf sofort bank. Immediately の場所もわからないんです。行きますね。Ich darf Shampoo. Ich darf Shampoo. Ich komme mit 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 Shampo
洗濯しから考えてシャンプーですね。I need shampoo. いる感じ何もいらないみたいですね。Ich darf. Darf. Shampoo. Ich darf shampoo. Ich darf shampoo. Shampoo. はい。Shampoo.Die Kleiden sind an du. Die Kleidung. Sind an du. Wo? Die Kleiden sind an du. Die Kleidung sind an du.さっきこんなだったっけ？クライトン、クライトン。で、うん、音ちょっと勘違いしてたかもしれない。しかも複数だったみたいな。ってことは、ですね。シャンプー、これ多分、不可算名詞なんでしょうけど。これも。本当にね、だから、ラストワーズ。ああ、ヒアですね。Ich darf dann Billett. Ich darf dann. Ich darf dann Billett. Dann Billett. Dann. なんか近い言葉があったような気がします。ちょっとちゃんと思い出せないです。ですね。はい、あ、うん、はい、なんで、はい、うん、うわ、チケット。Ich darf dann Billett. はい。もうこれが、まあ、ね、入場料払うときにこうチケット出してくださいぐらいのかなと思ってるんですが。Wiesmann Hotel. Wiesmann Hotel. まあ、もうその人がなんか歌詞かなんかであなたのチケットくださいかもしれないんですが。Wiesmann Hotel. Wiesmann Hotel. Where is my hotel? Wie ist mein Hotel? Wie is mein Hotel? Hey.
Wieviel biljetten darfst du? Wieviel biljetten darfst du? Wie viel biljetten darfst du? Darfst du? ビフィルにあたる。や、入れたかな。なんかよ。How many になると思うんですか。はいはい、ありますね。How many billeten billeten これか billeten billeten wieviel billeten wieviel Min ticket do you need this? Do the fill of hotel. Do the name, do the name. Enough, enough. Do the name, enough.ホテロン。ホテロン。普通系見た気もするんですが。これじゃない。こっち。で。寝室だったっけ？発音の、なんか文字習うときにあった覚えがあるんですけどね。なんかこの音がないやつがもう現あの単数だったことはわかるんですが、もうここじゃちょっと性がわからないので置いておこうかなと思います。Here are five hotels。はいはいはい。I need shampoo. Ich ich darf darf.シャンプー。シャンプー。ちょっとね、まあちょっと、語形変化を確かめてから回答した方がいいかなって思ったんですけど。はい。で、アンテラ・イーズ・ア・コロサル・ストアということで、アンテラ・イーズ。決まり文があったっけ？S S East S East どっちかっていうと、まあ別語何々があります。 Escaped っていう別のがあるんですけど、言うかな。忘れる。S
is. Du. Ah. Kleid. 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 って書いて Kleid って似たような単語あった気がしますが、ちょっと同じ意味だった自信がないです。Do. はい。はい。ということで、次に行きたいと思います。まあ、ちょっとガッツポーズしてもよかったんですが、ギリギリだった感があったんで、だか、アウトぐらいかな。Der Otto. Das Groß, kana. Die Brillen. Der Otto. Der Otto.落とせないですね。よっ。あ、間違った。はい。にん。にん。ね、グラスはメガネですよ。はい。英語の間違いです。にん。にん。に。に。に。難しかった。これはここで入れなければいけない。こっちに入れときましょうか。クエスチョンマーク入れる場所が違う。ということで、Farvos. And then. Far. 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 なんか品質単語多い会話ね。と間違うのは仕方ないってか。これを。違う単語、まあホワイアって聞かせたんですけど、ファールだけ、はい、で、ちょっと待って、一緒ですね、ファールボス。はいはい、ファールボスまでダルですね、ちょっと。これは消しておきましょう。
こっちですね。ということで、and then ni in far vos far vos and then why this ni in vos ni in vos ni in vos ni これに in んですか in ni ねえ。So what does mean? Vos in me in vos ちょっと難しい me me in vos なんかも me in vos もうこれはちょっともう vos me はい、これをどうじゃさっきの、さっきワードに入れてたんですけど、エクセルにも、難しいな。キーボードが違うと。はい、コントロール Z の場所まで違うっていう、ああびっくりした。で今 Excel でやったのなんか映ってない。ちょっとね、今の動きを、違う、もう無理か。はい、ちょっとお見せしたかったんですが、ね、ローマ字とか、アルファベット、英文字でこう、戻るって、コントロール Z 使ってらっしゃる方いると思うんですけど、それ、ドイツ語のキーボードって、Z の位置が違うんですね。普通 Y があるところと Z があるところが反対になって、コントロール Z も、普通買って日本のパソコンについてる、キーボードの Y の部分でコントロール Y にしなきゃいけなかったっていうのを、今、気づいたってやつなんですが。
よいしょ。ダ・グラス、こっちでしたね。ドス・グラス。ハスティ・ブラウン。ハスティ・ブラウン。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 ハスティ・ブラウン。ブラウン。ハスティ。エクセルやってみる。だったと思います。Brown. Do you have eyeglasses? Brown. Ich bin weg. Ich bin a bike.なんだろうこれ。Avec。Avec。ちょっと意味も少しね。推測はできるんですけど、ちょっとたくさん推測できすぎて、どれかなみたいな。なまず。ね、こう、さっき、Z と Y 間違えたんですけど、英語のキーボードに慣れてると考えずにね、ちょっとドイツ語のキーボードで Y と Z 間違えちゃうんですが Ich bin avec Ich bin avec もうね、もう休学中なんですけども大学でそんな感じだったんですけど Yoshi is avec Yoshi is avec よしYoshi is avec De Brun Zanama De Brun De Brun Zain Mana De Brun Zanama De Brun Zanama De Brun Zanama このマナねまだ慣れてないからザナンママに聞こえやすいですね。The eyeglasses are mine. The brown zanen. Their auto was blue. Their auto is...Boy. There. The car is blue なんですが、ねえ、まずこれが。Auto. There. Auto. コピーで。Excel の。あ、まずこっち先。こっち。じゃあ、カーイーズボイ。Blow。Blow。Wie ist man los? Wie ist man los?
Booze. Booze. どうだった記憶なんですけどね。まあまたこれでしょう。はい。紙かなんかにメモしとけばよかったんですけど。V。はい。Wer ist er weg? Wer ist er weg? Wer? Nukoshimashitane. Nukoshimashitane. Ich trinke bloß Wasser. Ich trinkt a groß Butter, nein, das okay. Wasser, Aska. Sitte zu ne Kuzka. I drink. ははグルーズグルーズあとね大きいがグロースなんでなんか大きい水って変だなって思ったらグロースってコップのでしたこれが、英語として正しく綴れるか、語順ならば、あ、ドリンク、あ、ラス、オブ、ウォーターになると思うんですが、ちょっとこのまま書いておきましょうか。正解だった時に流れちゃいますからね。ワードだって、てると思いますか。エクセル消えてない。アイドリンクだったっけ。ちょっと今力抜いてやってるんでドリンクじゃなくてハブにしてたかもしれないみたいな、まあ、意味通るけど違う文章にしてるみたいなのがよくあるんで Ich habe ein Auto in die Ich habe ein Auto in die Ich habe ein Auto in dieI have a car and you ですね。はい。A glass Wasser, bitte. A glass Wasser. A glass Wasser, bitte. Bitte. A glass Wasser, bitte. A glass Wasser, bitte. To I. Aja. A glass of.Water. Please. Ich habe nicht kein Auto, für was? Ich habe nicht kein Auto. Für das? Fahr.
Are those? 聞かれてもっていう感じですか。Was. I do not have a car. Why? ですね。Ich habe nicht kein Auto. Fahr. Was? Was? Mama, Englisch, Mama.ママ分かると思いますけど、なんか車持ってないの、自分が車持ってるの何ですか聞かれてもなんですが、もうまあね、営業先にこうね、なんか用意されてないとかそういうことかなと、まあね、まあ無理やり解釈すれば、まあ使えない場所はないことはないと思うんですが、はい、ラシス。だから、ドイツ語この複数形の形になってなくて、一個でブリレだったような気がするんですけどね。ということで。はい、あ、わあ、ずっとイクセルつけっぱなし。でも、なんかもう。すいません、すいません。エクセルつけっぱなしでやってましたよ。はい。ありがちですね。もうこれ、ね、これ、画面出しちゃったのは後から消せないんで。というわけで。で、じゃあ。続きをやっていこうと思います。ちょっとね、まあ、実習の時はそんな変な格好をして、続きようと思ってないんですが。だから、どうす?もうこん。で、バルーン。あんで、で、ポスト、ポスター、で、ポスタント。ポスタント、なんだったっけな、ないや。ドスマイド。ドスマイド。マイド。あ、ママ、ね、ドイツ語だとミュンヘンなんですが、まあ、それがかなりなまってるか、喧嘩した感じに思います。はい。あ、ポストアムト、はい。デラポストアムト。デラポストアムト。はいはい。ミロ is a マイド。ミロ is a マイド。単語のたくさん出る会話しょうがないですね。ちょっと待ってだ。コントロール Z の間違いだったんですが、L is a car です。はい。カー。マイド。マイド。じゃあ、L の発音ついてます。タッポーダバリン音ないです。
Der Ballon ist du. Siehst du Apostamt? Siehst du Apostamt? Postamt. 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 Ne, Postamt ist gerade nahe, nanka. ね、言ってた覚えあるんですけど、ちょっと、せよ、あの、どうし、あ、メイ先生。で、are you looking for a...ポストオフィスですね。はい。The balance zanen is do. The balance zanen. Farvos darf man Geld? Farvos, darf man. Guilt. Guilt. なんで人間はお金がいるんですかですか。Men. Men. Men. Darf. Men. Guilt. Guilt. Men. Men. Men.なんかちょっと待って。ああ、これ。買い物についてないですよね。多分、なんか抽選名詞かなんだかだと思うんですが。ちょっと待って。ために。ここで見ましょうか。
いいですね。あ、なんかこう、あ、これ、炭素系になるとこうですね。Far. Y. One. Y. That. One. 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 Far. Vos. Far. Vos. Darf. That's one. Mm. Kill. Men. Guilt. ちょっと今の文章ちょっと名文だったからコピーしとけばよかったっていう。まあね、ここからですからな、2、3回同じ文章出そうな気がするんですが、シャンプー。シャンプー。フィネフ。フィナフか。フィナフ。うん、ドライか。ドライ。はい。ギャルト。ギャルト。はい。アドロ。マイドル。マイドル。Der Postamt ist auch a Haus? Der Postamt. Postamt, 男性名詞かけてたっけ。姿勢楽しすぎて足が痛い。The post office, postdump, the postdump is, 疑問文献。でも、個人をそのままで聞くやつかな、だが、お持ちになってるし。Auch. Der. Der. Postamt. O. Is. Auch. Ha. A. Haus.一軒家でポストやってる、あんまり見たことないんだけど、今もあるかどうかわからないんだけど、昔海遊館の辺に、見た目なんか一軒家みたいな銀行を見たことがありますが、そこじゃなかったけど、割と最近そういうなんか見た感じ、新聞配達であんなのあるよね、みたいな感じの建物で、銀行っていうのを見たことがあります。ドライ。ドライ。シャンプー。シャンプー。フィネフ。フィネフ。Meidel. Meidel. Geld. Geld. Wie ist der Postamt? Wie ist der Postamt? Wie ist der Postamt? Wie? Wie ist der Postamt? Mir darf du ein Billett. Ma. Ma.Darf. Ma. 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 Darf. Darf. Ma. Ma.
Ma. On means here. One is here. チケット。さっきあなたは1枚のチケットがいりますみたいな文章も、チケット出してくださいぐらいの意味じゃないかなって気がしますが。はい。Der Baum ist rot. Des Baum ist rot.はい、there ですね。Balam. Balam. Is. Balam. Balam. あ、はい。The ball is red.はい。The ball is here. There. Balam. Is. Do. はい。Ma. Do. Darf.あ。ビレット。ビレット。ド。ド。ちょっと、語順そのままで、これでいいのかなっていう、ちょっと、ちゃんと覚えてないんで。はい。できましたね。というわけで動かないです。動かないですね。大丈夫。ネットつながった状態なんですが、ガッツポーズする予定で困ってるんですけどね。大丈夫か。ちょっと、飲み物切れたら飲み物作りに行こうかなくらい待たされてますが。だからイリッシュ語の、アイヌ語とか、ヒンディ語とか、イディッシュ語とか、だからイディッシュ語は一冊だけだったかな。ちょっと、もっと借りてきたいの思ったんだけど。アイヌだけで8冊借りたんで、いやいや動かないよ。大丈夫。これ素直に待ってようかなと思うんですが、もうガッツポーズするつもりだったの、しかも2回してしまうっていう。もうなんかね、ネットに嫌がらせとかでも分かるんですよ。カメラで見てね、もうちょっと諦めてよそ見したみたいな時に、ちゃちゃーみたいな。はいはい。
というわけで、仕方がないからストレッチ。いやいや、本当は私本人が、人間の方がね、ストレッチしたいんですが。Get more with Super Duolingo. Go ad-free and skip the interruptions to focus on your learning. Unlock unlimited hearts and make as many mistakes as you need. And you can target weaknesses in your practice hub with AI-powered practice stats based on your recent mistakes. So what are you waiting for? Upgrade your learning with Super Duolingo.続けていきたいと思いますが、ちょっと変わったポーズ取るかないかな。ねえ、こう、ちょっとこう、スカートしてる方のキャラクターをね、うっかり間違えたものを選ぶと、パンツ見えてますになるんで。浮かばないかな。ちょっと気持ちこっち向きましょうか。ということで。ちょっとなんか VTuber の意味が変わってしまうっていう。はい。グラスです。ブリレガディですね。ということで。グラシス。ね、入力が済んでたら、いろ、あ、だから、あ、そうか。あ、そうか、グラシスは、複数ですね。はいはい。多分、英語と同じで、メガネ1個でも複数で考えるべきでした。はい。ので、はい。You need five photos. And die. Die. Sixty. Sixty. じゃない。Darfst.Die Darft. Fünf. Fotografias. Fotografias. Hi. De Shampoo. Shampoo. Hi. Hi. Yoshi is awake. Yoshi is awake. Awake. Hey, Yoshi is away. Hi. Go.Maidl. Wie viel Billetten darfst du? Wie viel darfst du? Wie viel Billetten darfst du? How many tickets do you need this? Before. Billetten. Billetten. Darfst du. Hi. Man darf Wasser. Man darf. Nee.ワードに入れといて、こっちじゃなかった。ねえ、ちょっと
まあ、神様信じてたら、まあ、乾くことがないとか、まあ、聖書的には書かれてたりするんですが、まあ、実質いりますよねっていう。Ich sehe mein Katz. Ich sehe mein Katz. I am looking for my cat. Ich sehe mein Katz. いやまあちょっともう遅いけど、はい。ということで、25時も、結構もらえたかな。というわけで、まあ、まあ、なかなか、まあ、ハートは3残ってる状態。まあ、2個間違えちゃったんですけど。まあまあ、最初の1回目にしたら2個で済んでる方かなという気はしますし、大体、ちょっと、まあ、ドイツ語からの、イディッシュ語への、なんか、取り替え方っていうのも、だいぶ慣れたような気はします。まあ、といっても、まあ、ね、まあ、まあ、イディッシュを使って、どうするのって感じは、ちょっと、まあ、しなくはないんですが、まあまあ、ドイツ語の復習するのに、これぐらいの初級のドイツ語を、ドイツ語のテキストで見てても面白くないんで、まあ、イディッシュ語やりながら、まあ、だから、ね、順番がもう思い出せないんですが、最初ドイツ語やるときに、日本語で書かれているテキストでやるよりも、英語で書かれているテキストの方がわかりやすいよねってこう、やってて、まあ最初ラジオ講座だったんですけど、まあ、その後こう、市販の日本語のテキストよりも、英語で売られてるもの、DK とかで売ってるものの方がわかりやすいっていうか、まあ頭整理しやすかったんで、それでやってて、だからその時もなんか中学英語の復習をしながらドイツ語みたいな感じでしてて、で、まあまあ、その後ゲーテに行くんで、ドイツ語でドイツ語を習うをやるんですが、で、まあ、中国語も最初ちょっと、まあまあ、中国語検定のテキスト見ながら日本語で、やってたけど、逆を途中でやったんですね。中国語話者、中国人のために売ってる英語のテキストっていうのを使いながら中国語を勉強するみたいなことをして、それもやっぱり初中級の英語の、ま、復習をしながら中国語をやるってやってて、で、今こうやって、まあ、昔やってたドイツ語をイディッシュ語をやりながら、勉強する。で、まあ、中国語を復習しながら、広東語をやるみたいな感じで。まあ、ちょっと今からやろうと思って、ヒンディー語は何にもこう、どこともつながらない。ひょっとしたら、まあ、ちょっとやりかけてるアイヌ語とつながるかもしれない。まあ、アイヌ語の方はちょっと助けてほしい人とかそういうことで、まあ、その人が関心持ってそうだっていうことで、ちょっとまあね、感謝っていうか好かれたいみたいな感じでやってるんですが、というわけで、まあまあ、イディッシュ語、言ってですよ、1時間半、まあ、やったんで、まあ、アイヌ語のテキストをこう、PDF にするとかいうことをちょっとやってたんで、ドロップス
もうこう数日空けてるんですけれども、まあまあ、ドロップスの方がもうカタカナで書くみたいな。カタカナで書く。で、まあ、ちょっと図書館に行ってこう、辞書で書いてから、書いてあるの見たら、ちょっと、ローマナイズされてるかと思ったら、ローマナイズはローマナイズだけど、ヘボン式か訓令式か知らないけど、それ日本語書くやつだから、みたいなローマ字で。まあ、ちゃんとした、こう、ね、アイヌの流れの人が書いたんだろうなって、死因のとこ、死因で終わるやつは、母音のないとか、死因だけでちゃんと書かれてるっていうのもあったんで、そっちはこう、ね、貸し出しできたんで、で、まあ、それ、うん、まあ、ちょっと PDF 化するだけで今日、半日使ったりしてるんですけれども、というわけで、まあ、イリッシュ語の、勉強は今日は、ここまでにします。まあ、あとはこう、動画作るとかじゃなくて、紙の資料とかを、まあ何か、まあ、アイヌ語、ちょっと今日本当に、だから、一つ、なんとか、こう、PDF 化したんで、それ、パラパラっと見て、あ、こっちのお先にするんだったとかあるかもしれないんで、まあなんか、できることやります。というわけで、ご視聴ありがとうございました。VTuber キマイラです。チャンネル登録よろしくお願いします。